は川島です。渡航からあっという間に3週間が経過。最近は少し外出に慣れてきたので、マンション内のスーパーよりも徒歩10分ほどで着く日系スーパートミブンでお買い物をします。後ほどお見せしますが、商品のポップも日本語表記なので、それだけでもストレスフリーです。健康管理の一つとして排泄状況を見ます。お小水やお通じチェックです。日本にいる時よりも腸内環境が整いました。腸がきれいだとお肌の調子がとっても良くなります。ハノイは果物の種類が豊富で安いので、南国フルーツを手軽に食べられるのもハノイ生活の魅力だと感じました。食べ物も変わりましたが、食べる時間帯にも変化が。主人が遅くても6時半には帰宅するので、ハノイに来てからお夕飯を食べる時間帯がとっても早くなりました。今までは私の方が帰宅が遅く、9時から10時ぐらいに一緒にお夕飯を食べていたので、食後もゆっくり今はお酒が飲めます。ハノイの皮付きカシューナッツがとっても美味しくてハマってます。アーモンドも美味しいです。そういえば、渡航前準備編でお伝えしたマンションのお申し込みをしてくださった入居者様に、渡航前直前ギリギリにお値段交渉され、お断りしたらキャンセルされました。敷金礼金それぞれ2ヶ月を1ヶ月にしてほしいとのご要望でした。タイミングはもっと早くにあったはずですが、しかしながらありがたいことに、その後すぐに別の方からお申し込みがあり、マンションを開けてから19日後に無事入居されたので、いろいろ安心しました。その方は最初から敷金礼金どちらか下げてほしいと申し込み前から言ってくださったので、片方を下げました。大切に住んでくれますように。このお姉さんが持っているパンはベトナムのサンドイッチで有名なバインミーで使用されます。皆様はバインミーをご存知ですか？先日初めて私も食べたので、次の動画でご紹介しますね。日本だとお手軽価格でうなぎが食べられるうなとと、3割増しですが、ハノイにもありました。こんな感じ。トミブン到着です。フルーツ、お惣菜の味付けが日本とほぼ同じで嬉しい。高いですが納豆も買えます。一つが225円から444円。お味噌、調味料もたくさんあります。マヨネーズ618円、織物シートが534円、タンポンが308円、ナプキンが9個入りで659円。9個なんて 1.5 日でなくなります。生理用品の金額高すぎてえぐいです。箱ティッシュ818円、ダイソーはすべて200円です。そして生食 OK の卵、このもちもち卵をいつも買ってます。ぶちゃ、山崎ウイスキーが28,010円。この日本感あふれるお惣菜を見てるだけで安心します。電子レンジでチンの砂糖のご飯が1,457円、高い。そしてお気に入りになりつつある日本式パン屋さん、
ママズベーカリー。パイ生地シュークリームを買いました。そして週末、今日は主人とホーチミン市で70年間の歴史がある老舗ベーカリーブロダードというオープンテラスのあるカフェでランチしました。ああ、これ選べんだ。朝晩は涼しくなってきましたが、日中は暑いのでまだノースリーブ着てます。最近お気に入りのタイガービール、豚肉を注文しました。食べよ。いただきます。うまい。ここはロッテセンターハノイの目の前にあります。昼間に飲むビールってなんでこんなに美味しいんでしょう。2人でだいたい2000円くらいでした。食後は軽くお散歩をして、飲み物を求めてカフェへ。美味しそうなスイーツがずらりと。ソファーにコンセントが便利。店内が可愛いので一周しますね。U ターンしますね。ストロベリーミルクフラッペとバナナマンゴースムージーを注文しました。早くしないと溶けちゃう、溶けちゃう。なんかやろ。俺がどっち？どっちでも好きな方でいいよ。だって半分こするから。映画見ながら何見る？いや、俺コーヒー飲みながら。あ、これフラッペなんで結構サバサバじゃね？うん、しょぼしょぼ。本日もご視聴いただきありがとうございました。